覚めてからの13日が世界の終わりの始まりだった。武士の使命っつうのは、ああしろこうしろって言葉ではっきり説明されるわけじゃねえんだ。使命がわからなければ果たしようもない。もう見たと思う。安心しろ、アルスに追放なんてさせない。俺らがどうにかするか。俺たちも手伝うぞ。そうだ、このまま黙ってられるか。分かった、戦える奴は手を貸してくれ。アルスへ移住する皆さん、あなた方をアルスへ送らなければ、より多くの人々、つまり王国に暮らす何千万もの人々全てがアルスの脅威にさらされることになるのです。敵は国運政府、しかも恐怖の最高だ。何が恐怖よ、あたしらノラの敵じゃないよ。セナだ、セナが助けてくれたんだ。ふざけるな。いいか、セラはお前のせいで武士の力だ、ファルシに呪われたんだ、瞬死にされたんだよ。